よう、さっちゃん、ナンバはどうした？弟さんに会いに行くってすっ飛んで言ったわよ。本当に無事か確認したいって。そりゃそうだろうな。でもマジでよかったよ。正直俺はもうダメかもって思ってたよ。まあたまにはいいニュースもあるもんだね。えでもなんちゃんとはここでお別れかな。あいつはもともと弟を探してこの町に来てたんだ。だからもう俺らとつるむ理由がねえ。そっか、そうだよね。とりあえず今はあいつを吐かせることだ。そんじゃ始めるとするか。ほどいてやってくれ。大声を上げんなよ。変な真似したら容赦なくぶん殴る。逃げようとしてもぶん殴る。聞かれたことに答えなかった時もぶん殴る。小笠原、あんたは近江連合とどうつながってんだ。どうして近江の連中を自在に操ることができるんだ。答えねえとどうなるか、さっき言ったよな。殴るなんてそんなことなさらずに。は？な、生ぬるいこと言ってたろこいつは。今頃近江連合はあなたのことを探しているかもしれませんね。ですがそれにはまだ時間がかかるでしょう。あなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずですよね。忘れるな。お前らのおかげで我が家は焼け落ちた。爪を全て剥がされてもそれで終わると思うなよ。わかったか。じゃあ近江連合との関係話してもらおうか。なんでお前が近江の手綱を握ってるのか、それからだ。近江の手綱を握っているのは私じゃない。でしょうね。じゃやっぱり都知事が。ああ、青木亮。そうだ、知ってるだろう。都知事は青木亮って名前を使うようになる前、もう一つ別の名前を持ってなかったか。隠すなよ、全部お見通しだ。いや、え？荒川雅人。なんでその名前を。俺は昔あの人を若と呼んでた。そして若に俺は一と呼ばれてた。まだ登場会だった頃の荒川組でな。やっぱり青木亮は荒川雅人だったんだな。私があの人に会ったのはもう20年近く前。留学先のアメリカだった。政治と経済を専攻していて頭の切れる学生って印象だった。名前はその時から青木亮。ああ、もう一つの名はもっと後で知った。車椅子使ってなかった。ただ前はそうだったと聞いてた。昔はそんなに体の具合が悪かったのか。ああ、
なら多分渡米した後治療を受けたんだろう。アメリカでなら未認可の手術だろうが、金さえあれば何だってできるからな。なんでそう？アメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ。金持ちってのは一目で分かった。まあそれを見て俺も付き合って損はない相手と思ってたよ。そして卒業して日本に戻った時、俺は改めて知った。あの人が金持ちだと思ってはいたが、そのレベルは想像以上だったということ。そして金を持ってるだけじゃなく、裏社会とも太いパイプを持ってるってことをな。うなるほど金があり、裏の力さえ動かせる、羨ましいほどの環境だ。でもあの人は何一つ満たされちゃいなかった。あの人は全く別のものを求めていた。全く別のもの？表の力だ。表の力？世の中には金にもヤクザにも従わない人間がいる。その相手を屈服させるものは表の力こそその答えだと言っていた。表の力とはつまり人気だ。あ？人気？幼稚な発想だと思ったが、何も分かっちゃいないな。じゃあ教えてくれ。文字通りの意味さ。日本の民主主義で人気者に勝てるのはそれを超える人気のある人間だけ。他の者が文句を言ってもやっかみにしか聞こえない。なるほどね。人気は金や裏の力じゃ手に入らない。だがそれを手に入れない限り、絶対的な権力も手に入らない。そしてあの人はあるポジションに狙いを定めた。それが東京都知事。そうだ、東京都知事こそこの国で最も人気を効率よく権力に変えられる存在だ。あ？なんでだよ。だったら総理大臣とかの方が偉くねえか。総理は民事党の政治家たちが内々で決める役職に過ぎない。今で言えば民事党の連中が慣れ合いで決めてるだけだ。でも都知事は1000万の都民から直接選挙で選ばれて初めてなれる役職だ。つまり得票数がそのまま権力の大きさを表すわけさ。でも金は国家予算とか総理大臣の方が動かす金は。バカめ。都の予算規模は14兆円。アジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ。リアルな人気に支持されつつ法外な金が扱える。これ以上の権力がどこにある？だから青木亮は私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた。そして私はその遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ。ブリーチジャパンの設立もその通過点に過ぎない。パートナーね。しもべの間違いだろ。大変じゃねえか。若は人使いが荒いからな。